定数127に対して259人が立候補を届け出ました。都民ファーストの会と公明党などの小池知事を支持する勢力が過半数を獲得できるかが今後の都議会運営のポイントとなっています。街頭では早速市場の移転問題や都議会改革などをめぐって舌戦が繰り広げられました。東京都はたくさんの問題を抱えております。それだけに東京都議会の責任も極めて重要であります。東京は一番でなくてはならないんです。東京こそこの日本国中を引っ張っていく大きなトップリーダーであるはずであります。国政と都政を協力、これを導けるかどうか、さらに都政を知事と議会をつなげて前へ進めることができるかどうか、そして議会の中でこの合意を作り出す中心軸になれるかどうか、その一貫した姿勢を貫いているのは私は都議会公明党しかない。汚染土壌の無害化は都知事が約束しただけじゃないんですよ。自民党と公明党が2010年の都議会の付帯決議で自ら都民に約束したことじゃないですか。食の安全安心を守り、築地ブランドを守り抜こう。どうかこの願いをこぞって日本共産党にお寄せください。東京都政がいかに情報公開から遠く、都民の皆さんから遠く、ドンと呼ばれる人が牛耳っていて、都知事の言うことに皆さんがついていった、そんな都政が長く続いていたということ、改めてこの都政の在り方、今の国政と全くそっくりじゃないでしょうか。都民の皆さん、有権者の皆さんには古い議会を新しくする絶好のチャンスが今日から始まったわけでございます。都議会はまずチェック機能を、これをしっかり役割を果たす都議会議員自らがこんな条例を作りましょうという提案型にしていきたい。まず何よりも都議会の改革です。これまで自民党が支配してきた都議会を今回は変えるチャンスです。私たち生活者ネットワークはまともな政策議論ができる都議会に変えてまいります。はい、豊洲市場の移転問題や小池都政の是非などを争点に9日間の選挙戦が始まりました。今日は東京工業大学の准教授で情報と政治、ネット選挙などを研究されている西田亮介さんにお越しいただきました。西田さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず今日の各党の第一声お聞きになってどんなことを感じられました？はい、まさに選挙戦の幕が開けたなという第一声ですね。はい、でただですね、どの政党も具体的な主張に乏しくて、ある意味では第一声らしいといえばらしいんですが、ちょっとこの選挙戦のですね、盛り上がりに比べると、やや抽象度が高かったかなという印象もしました。中身は抽象的な感じ、ただ勢いみたいなのすごいありましたね。熱はありますよね、初日だし。そして各代表の第一声を行った場所なんですが、ご覧のようになっております。小池知事は都民ファーストの会が絶対に落とせないとして、重点区と見ている渋谷で第一声を発しました。そして公務で沖縄に行った安倍総理大臣に代わって街頭に立った自民党の二階幹事長は、都議会自民党の幹事長の選挙区を第一声の場所に選びました。北区王子でしたね。その他の代表もここだけは落とせないという選挙区を第一声の場所に選んでいるわけなんです。そしてですね、こちらに各党代表の一番最初に訴えた内容というのをですね、ちょっとこちらにまとめてみました。簡単になんですけど、ご覧のようになって、もう第一声で発した言葉、これをご覧になって西田さん、気になる点というのはありますでしょうか？はい、先ほど申し上げた通りですね、各政党軒並み抽象的な話や国政と関連付けたようなタイトルが多くなっています。その一方で、注目すべきはやはり都民ファーストの会じゃないでしょうか。昨今国政選挙の中でもですね、に関する各社の世論調査を見てみても、支持が高い、生活に密着した待機児童ですね、に関する政策を打ち出している、そういう意味では際立ったところがあるかもしれません。そうですね。